写真拡大。中日岩崎翔投手32が古巣チームの粋なサプライズに感謝した。ソフトバンクに FA 移籍した又吉の人的保障で中日に加入した岩崎は3日のソフトバンク戦ペイペイに8回から5番手で移籍後初登板。するとマウンドに向かう前、ドーム内には昨季までの登場曲だったシンガーソングライターミワの Who I Am が流れ、ホークスファンからも拍手が沸き起こった。登板後、岩崎はまずは登場曲を流してくれて引退試合だと思いました。笑い。それは冗談ですが、本当に嬉しかったです。ファンの歓声もマウンドで響きました。ソフトバンクさん、ファンの皆様ありがとうございましたと感謝した。肝心の登板は1イニングを2安打無失点に抑え、最速は154キロをマーク。今年初の対外試合で正直、感覚的にはまだまだです。全てをもっと上げていかないといけないですと意気込んだ。